キース・ボーガンスは、アメリカ合衆国ワシントン DC 出身の、元バスケットボール選手。ポジションは、シューティングガード。身長196センチメートル、体重97.5キログラム。マクドナルド選出のオールアメリカンチームに選ばれる、優秀な高校生プレイヤーだったボーガンスは、バスケットの名門校、デマッサカトリック高校卒業後、ケンタッキー大学に進学。 一年目から先発起用され、二年目には17.0得点4.6リバウンドの成績で、サウスイースタンカンファレンスのトーナメント MVP に選ばれた。三年目はやや期待外れのシーズンを過ごしてしまったが、最終学年には復活し、二度目の SEC トーナメント MVP と AP 通信選出のオールアメリカサイドチームに選ばれ、チームを NCWA トーナメントのエリート8に導いた。大学卒業後、2003年の NBA ドラフトにエントリーし、ミルウォーキーバックスから2巡名全体43位指名を受けて NBA 入りを果たすも、直後にオーランドマジックにトレードされた。ルーキーイヤーとなった03から04シーズンは、ドラフト開指名者ながらも36試合に先発出場し、 6.8得点4.3リバウンドの成績を残した。ボーガンスはドラフト時の期待以上の働きをしたが、このオフに創設されたばかりのシャーロット・ボブキャッツにトレードに出された。新設チームのボブキャッツでは、先発に起用される機会も増え、04から05、シーズンは9.6得点3.1リバウンドの成績を残しが、 翌05から06シーズン中にヒューストンロケッツへとトレードされる。ロケッツでも平均8.5得点を稼ぎ出していたが、フィールドゴール成功率4割台を下回る、シュートセレクションの悪さも目立った。06から07シーズンには、フルスのマジックに復帰するも、故障を抱えてしまい、23試合を欠場、平均5.1得点とキャリア最低の生成に終わった。 しかし、翌07から08シーズンに復活したボーガンスは、シューターに転身し、スリーポイントシュートし投げ数成功数とも2倍増。課題だった FG 成功率は4割を超えて、マジック躍進の影の立役者となっている。09から10シーズンは、サンアントニオスパーズでプレーした。10から11シーズンは、サンアントニオスパーズから、シカゴブルズに移籍。レギュラー争いを制して、 先発の座を掴んだ。主に第1クオーターと第3クオーターに出場し、主にディフェンス面で活躍している。周囲からは先発出場するには疑問があったが、ヘッドコーチのトムシボドからディフェンスを買われ、全試合に先発出場をしている。シーズン序盤は3ポイントシュートの確率が悪く、フリーでも外すことがよく見られた。シーズン中盤以降は徐々に決まり出し、 確率を上げている。2012年2月1日、ニュージャージーネッツと契約。2012年夏、新生ブルックリンネッツと再契約した。2013年7月12日、ボストンセルティックスに移籍。2014年夏は、数チームをたらい回しにされた後、フィラデルフィアセブンティシクサーズから解雇された。その後は、引退状態となっていたが、 2016年1月29日、30代半ばにして現役復帰。D リーグのウェストチェスターニックスと契約し、NBA 復帰を目指すことになった。ありがとうございます。